別府公園、西門別府公園は、大分県別府市大座、野口県3018から1にある別府市が管理する都市公園である。JR 九州別府駅の西北西約700メートルの別府市中心部にあるほぼ正方形の広大な都市公園で別府市民の憩いの場となっている。公園の北側には、富士見通りを挟んで別府市役所が隣接し、そのさらに北には、 別府市の口幻想号運動上陸上競技場が位置する。正面入り口のある東側には道路を挟んで駐車場が設けられており、南側には青山通り、東側には鶴高通り、北側には富士見通りが通っている。西側の一部は大分県道52号別府省内線に接し、道路を隔ててビリコンプラザが隣接する。敷地南西部には、 防衛省九州防衛局別府防衛事務所が設置されている。公園の西門付近には別府観光の父と言われる油役熊八の記念碑があり、毎年、日前祭りが開かれる。公園の中央には、チッカマウガツリーと呼ばれるヒノキの高木があるが、これは第二次世界大戦後にこの地に駐留していた、米軍によって植えられたもので、日本最古のクリスマスツリーとも言われる。 クリスマスシーズンには、電飾で飾られ、点灯式が行われる。元は1907年10月に完成した公園である。完成直後の11月7日には、皇太子時代の大正天皇が巡行している。1928年の中外産業博覧会、1937年の別府国際温泉観光大博覧会は、いずれも別府公園を主会場として開催された。 しかし、第二次世界大戦後に接収されて、中流米軍のキャンプとなり、1957年に日本に返還された後も、引き続き陸上自衛隊別府駐屯地として使用された。駐屯地の別府市大和鶴見への移転に伴い、1976年に別府市へ返還。1977年に昭和天皇後在位50年記念公演の指定を受け、再び、 別府公園として整備された。このため、第二次世界大戦前の別府公園のことを旧別府公園と呼んで区別することがある。ありがとうございます。